漫画見。右京様、からかっただけだよ。ちゃんと洗えよ。新しい着物置いておくから。びっくりした。娼婦って何なの？ああいうこと平気でしちゃえるの？私とんでもないところに来てしまった。これを着るの？お風呂いただきました。似合うじゃないか。あの、私は右京様に触られるために来たのではありません。他のことなら何でもします。働いて割った壺の弁償は必ずします。そうか。右京様、こんな深い口づけ、こんなの初めて。どうしてこんなこと。俺の仕事は女を抱いて感じさせることだ。野原には初めてで戸惑うこともあるだろうが、ここで働くなら早く慣れてくれ。右京様、優しいのか激しいのかよくわからない。野原の仕事は掃除、洗濯、炊事、家のこと全部だ。メイドが体を壊して執事も出張中で人手が足りなくなった。頑張ります。よかった、まともな仕事だ。夜はまた客が来るから野原は引っ込んでいろよ。はい。こんばんは、お姫様。こんなおばさんを姫扱いしてくださるの？もちろんです。私のお客様はお姫様ですから。ベッドへ行きましょう。嬉しいわ、右京様。こんな豪邸に暮らしてお金に困っていなさそうなのに、右京様はなぜこんな仕事を？また来るわ。野原、部屋に来い。はい。お呼びでしょうか？疲れてだるい。体を揉んでくれ。裸？さっきまでお客様と愛し合っていたベッドでまた変なことされたら。早くしろ。はい。失礼します。続けろ。はい。そこ、裸の男の人を見るのも触るのも初めてなのに。野原、アンマはうまいな。ありがとうございます。小さい頃からおじさんやおばさんの肩を揉んでいたので。親戚の？はい。私が小さい頃、両親が亡くなったので親戚の家を転々としていました。たらい回しにされていたってことか。最近までは教会の孤児院でお世話になっていましたが、資金難で孤児院が借金をすることになって。相当な金が必要なんだな。それは、はい。ここでの仕事の役に立つよう教育してやる。え？俺をもっと気持ちよくさせてみろ。その唇と手を使って。
俺を気持ちよくするんだ。右京様を？俺が望むことを想像して実践してみろ。くすぐったいだけで気持ちよくない。ごめんなさい、わかりません。アイブはこうやるんだよ。知っているか、続きはアプリダウンロードは概要欄から。チャンネル登録よろしくお願いします。